マルロス・ロメロ・ボンフィムは、ブラジル・パラナ州出身のサッカー選手。ウクライナプレミアリーグ FC シャフター・ルドネツク所属。ポジションはミッドフィールダー。コリチーバ FC のユースチームでキャリアをスタートさせ、2006年にトップチームに昇格した。2009年にサンパウロ FC に移籍した。2012年1月6日、ウクライナの FC メタリストハルキウに移籍した。 2014年7月4日、FC シャフタールドネツクに移籍した。2017年9月30日、ウクライナサッカー連盟は、ワールドカップ予選、コソボ戦とクロアチア戦のウクライナ代表メンバーに、マルロスを招集することを発表した。2017年10月6日、ワールドカップ予選、コソボ戦で、ウクライナ代表デビューした。 ブラジル出身の選手がウクライナ代表でプレーするのは2011年から2014年にウクライナ代表でプレーしたエジマール以来二人目であった。マルロスがシャフタールへ移籍 UEFA.com 2014年7月4日 ABE マーロスイズコールドツーザウクライナナショナルフットボールチームアップアゲンスト クロアチアコソボ、スポーツアレーナ、30セプテンバー2017ハット https コロンスラッシュスラッシュ shakhtar.com スラッシュプレイヤーズスラッシュ f i r s t t e m スラッシュ marlos-1UEFA ヨーロッパリーグスカットオフザシーズン UEFA2020 年8月14日、閲覧ありがとうございます